今日の臨時校長会には、県内の県立高校の校長およそ90人が参加しました。佐藤康彦教育長は、非常に深刻な事態として、学校教育の信頼回復に向け、服務規律の徹底を呼び掛けました。教職員をめぐっては、県立高校に勤める40歳の男性教諭が去年、女子生徒に対し、 校内で体を抱きしめる行為を複数回行ったり、今年3月には2回にわたり、校外でこの女子生徒にキスをして懲戒免職に。また、別の40歳の男性教諭は、2010年から今年2月まで卒業生の女性10人に対し、SNS などで性行為の勧誘やデートに行かないかなどのメッセージを複数回にわたって送り、

再発防止に向けた資料を新たに作成していて各学校で研修を行うよう求めています。